こんににちは川田ですす朝会始めまま6月15日日水曜日になりましたこのコーナーでは、米国株式投資に役立つ情報をいろいろご紹介しておりますということで、まあ、今晩 FOMC ですけども、終われば少し落ち着くんではないかなと思っております。で、やってみたいと思います。毎週土曜日の9時からは、人生を豊かにする日経の読み方ということで、これは無料で PTX でお申し込みいただく企画でございます。で、Zoom で参加いただくということですね。あのはい。 でまあ、先週はこんな記事を取り上げたんですけども、今週はなんか転勤の記事が出てましたですね。これは一つ取り上げようかなと思っています。その他にもまだ水曜日ですから、ここから記事を選んでやってみたいと思います。で、これはあの企画が終わった後のお礼メールですけども、まあ、こんな感じでですね。 えっとロシアのウクライナ侵攻についてのダボス会議の,あの話だとか、での話だとかですね、台湾の s m c 女性参画、それからまあこのようなことをやって,あの会やっております。でメルマガは、えーこ,えー、この2人、キッシンジャーとソロスですね、この2人について私がちょろっと評論しておきましたで。大倉博士、本橋さん、熊倉さん、市川さんと、こういう豪華執筆陣でやっております。でこ今晩ですね、水曜日のオンラインサロンですけども、 今晩は大倉博士がですね、今回の株価下落、まあ、金利上昇と株価の居所というのをですね、マトリックスにしてくれてですね、お綺麗に説明できるんですよね。まあ、こういうことを知っておれば、まあ、おろたえる必要ないんですが、まあ、私も含めておろたえるのはな,なぜでしょうというのをちょっと後でやってみたいと思います。他にもですね、個人投資家の中森さん、それから野林さんも個人投資家ですね、エネルギーの専門家です。藤井さんはあのプライベート、あの金融のプロなんですよね。投資関連本の あのあこれ字が間違ってますが関連書籍の研究報告をしていただきます。で、えー、っとサロンの方のメンバーの方にですね、えー、また別に新聞読み合わせを土曜日の10時からやっておりますがこのメンバーで、えー、持ち回りで発表をお願いしております。それから、えー、っとこれがサロン、えー、っとメルマガの購読方法サロンの入会方法私は今日この後ですね鈴木和之さん のもとのにですね東京証券取引所に行ってまいりますで。これが年後半のスケジュールではないかと思うんですけども、そ、ま、れ、あはい、から CLBC は来週ですね、29日か再来週になるのか、えーと、私が電話インタビューで、その翌日が大倉博士ということになります。で、昨日はです、ねえー、と結,果結果的には、ナスダックはほんの小幅、まあ、上げましたということで、週間ではどえらくやられています。 月間でもすごく下がってる、高値からもすごく下がってるというのが、まあ、直近のマーケットです。で、これが四角で囲っているのが FRB が想定しているのではないかという、えー、SP500 のレンジですけども、まあ、下抜けてますよね。で、昨日については SP500 は5日続落、1月初め,め以来の最,最長の下げと、えー、前日にはですね、1月3日につけた安値から2割 超下落なんで、ベア,ベアマーケット弱気相場入りを確認と。まあ、決算はなんかあのあの、決算ではないんですけど、フェデックスは増配と取締役会刷新ということで14、14%強上がってました。ここは確か何度か名前忘れましたけども、ワンマンの,あの会長かなんかが居座ってたところですね、まあ、これが,が影響さあの交換さ増配と取締役会の刷新が。 あの交換されたとだからあのオラクルは決算でですね10%強上がってます。これ後でチャートで見ておきます。で、あの私は先週から月曜バージョンで、えー、水木金の3日間1%以上上げたあと。 はですねどうなりますかっていうのはクイズみたいなのを出しておいたんですけども、結果的にはですね、えー、今週月曜日はですね3.88%も下がってしまって、ですね、まあ、これ、3.88%以上下がったのはこれブラックマンデー、つまり水木金でこんな感じで下げたあとはです、ね、えー、そんなにまあ,あの、ここは4%下げてますけど、これは投資、えー、金融危機ですよね。 まあしかも2月27日ですから3月9日が大底ですからまあ本当にもうあの大底に近いところでうとどめみたいなか感じで下げてその後5割上がってますもんね1年後には。ということでまあこれもそうなればいいんですが今の時点では何ともいけないとこれはダウは右肩下がりでちょっと上がってまあ結果的にはこんな感じ。はは横ばいですねで昨日はテクノロジーが、まあ 比較的しっかりしてて、公益と生活必需品がまあ下げてる、下げがでかいと、エネルギーもしっかりはしてるんですよ、下げないですよね。<laughs> でこれはビックス指数ですけども、32. 点、まあ、その前、急騰しましたからね、えーそ,のま、その前は20代もあったんですけども、残念ですがということで、まあ、ここただ、正面的にはここは少し落ち着くんですよ、あの少しあの下がるはずです。えー、で、ナスダック100ですけども、11311 11ですから、東京タイムではもう少し11400とか言ってましたよね、ですけども、結果的には11311 11で、えーまあ、こういう、このところまで下げてます。 で、これはもうちょっと期間短くすると、やっぱりちょっとこういうところから、あの5月の中旬からはね、あの底抜けてるんですよね。はい。 でこれがですね、ナスダック100の大幅下落ですが、結果的には6月13日の月曜日に、えー、大きく下げましたんで、高値からの下落率は31.9%になっております。これはだからかなりでかいということですよね。で、これが毎日、最近見ていただいてます、あの日,足なあの日時の変動率なんですけども、ここ本当に3日間連続でオレンジが入りましてですね、これナスダックね。で、昨日はフラットですけども、まああの、こういう感じで大きく下げております。 で、ここに矢印があるのはですね、ここ、比較するところがこの表の中にはないということです。これは2008年の10月、こういうところで、これ少し戻したんですよね。で、2008年の、あここ12月が戻して、2009年の、さっき言った2009年の7月でしたっけど、2月頃に、えっと、3連続で下げてましたですよね。で、その後ですね、3月9日に大底を打つんですけども、まあ、こういう感じでですね、まあ、2009年は、 こう高値から下げたとということです10年債、2年債はこれで何度か利回り逆転してましたですよね、昨日もほぼあのフラットですね。で、これが10年債の過去5年で3.475、2011年ぶり、2011年以来の金利が高い水準にあるそうです、10年債は。はい でこれ2年債ですけども、2年債はですね3.437まであの売られてる、債券は、金利は上がってる、ただし、なんかコメント見ると、ですね、まあ、あの2年以内に0.75%ポイントの、パーセントポイントの利下げがあると見,見込んでると、OIS、つまりオーバーナイトインデックススワップ、固定と,金、えー、と先物の,のですね、えー、と変動かなんかをね、えーあの スワップすするんですよねそ,れをそこから見ると、将来金利が占えまして、来年末、つまり2023年末までに利上げが開始され、再来年半ばまでに0.5%程度の追加利下げがあると見込まれているのが2年歳。 そういう意味では景気はよく1回は下振れするということですね、今、下振れしている途中なんですかね。で、今晩発表される FF レートの誘導レートですが、ポツ5ではなくてです、ね、ポツ75のです、ね、利上げがです、ね、ほぼ9割方、織り込まれています。 で年内はですねなんと4%誘導、えー、ここが1.75ですから、あと2.25ぐらいですかあの、上がるっていうのが今の時点の FF、フェドウォッチのに参加している参加,者参加者の見立てなんですよね。で市場が予想するポツ7号の確率は89割、1週間前にはわずか3.9%だったと。で、まあ、そんな感じでポツ7号の利上げっていうのは、前何度か紹介しました、94年以来の最大。 に最大なんですよねあの94年のときには、キューっと上げて、ですねその、まあ、ダウは横ばいだったんですけども、その後95年からの素晴らしいあのバラ色の5年間が始まる、まあ、そのおかげで2000年の IT バブルが起こるわけですけども、えー、まあそんなようなことがまあ頭の中によぎるということです。で、テレビ見てた、テレビっていうか、CNBC 見てましたらです、ね、ワートンスクール、ペンシルバニア大学のワートンスクールのジェレミー・シンゲル教授がです、ね、あの1%で利上げをしろと。 というのは、えー、っとパウエル議長は前の FOMC の後の声明文のあの、記者会見で、ポツゴコツ6月、7月、ポツゴポツゴやると言ったんですよね。で、それよりはいろんなことを考えると、明日た1%利上げをして、7月はとりあえず様子見るって言って、何もしない。 いうやり方がいろんな意味でいいんじゃないかということをこの人が力説してました。ジェレミー・シーケルという人知ってますよねということであの、ストック・フォー・ザ・ロングランというこれあの超ベストセラーですね。2009年になってますよね。これ何年かに一遍改定されてるんですよね。2006年、3年に一遍ぐらい改定されてるんですかね。で、まあ中身はそんなに変わってないんで、古本屋でですね、まあ、比較的新しいものを安く買って、これ3000もしますからね。あの 読読むむか図書館でで借りて読むといいですねで2005年になんかこの株式投資の未来ですか、たぶん、私はこの2つあの、株式投資は持ってますが、株式投資の未来は持ってないです。同じことを言ってるはずなんで、えー、どの本でもいいから1冊読んでいただくと、あの非常に参考になるためになると思います。 でえっと、これはあの、えー、なんだだなんだ,なんだあ,あこれは実質金利ですね。実質金利は今、最近、名目が、名目から期待インフレ率を差し引くと、実質金利になります。なので、今、名目がガンガン上がってますから。 いわゆる実質金利、実際に投資家がですね、どんだけ金融の引き締め状態になるかということ、実質金利はです、ね、こうキューっと上がっている、そういう意味じゃあの、まあ、エクイティにとっては PR の収縮が起こりやすいような環境ですね。ここれはぐーっとこうほら、 1>, 1日ごとですか、どんどんどんと0.69まで上がってるんですよね、0.69って言ったら、コロナの頃その前が2018年の、19年のこの頃までに戻ってるということですよね、それぐらい金融環境としては、まあ、あの厳しいということになっております。 まあそ,れをそういうことでインフレを抑制する。まあ、逆にそうしな,ならないとインフレは抑制されないわけですからね。で、これがですね、えー、っとこれが期待インフレ率ですが、まあ、1回上がって下がって、また上がったんですけど、ここへ来てまたさ若干下がって2.6%ぐらいですね。まあ、これはあのガソリン価格の影響がでかいかなというふうに勝手に思っています。でですね、これはなんだ、えー、っとこれ、これガソリン価格ですけども、えー、っとここがえっと13日発表は5ドルの これはちょっと遅いんですよね、それよりは全米、AAA、えー、の,あ,のあれ見ますと、5.016ドルになってます、全米平均ではですね。ということで、えーまあ、これがちょっと下がってこんかなと思みんな,みんなあの見守ってるんじゃないかと思います。 で住宅ローン金利はですね、6月9日に発表されたものが5.23なんですよね。あのもうまた別の資料を見ると、もうちょっと5.3ぐらいになってたかな。ということで、ですねあの、住宅金利が上がると、あの住宅価格の抑制、えー、それからまあ供給が少ない分だけ、ですね、その抑制が効きにくいっていうことになっているんですけども、まああの、今はですね、現金で購入する比率、つまりお金たくさん持ってるわけですよね。で現金購入比率はは、年初の18%から4月には 22%に上昇したというようなことを言っている、まあ、ただこれは4月ですから、すでにあの古いニュースですよね。で、これがあのなんかネット見てたら、ですね、えーっとまあ、20%下落に何日かかって,って到達しているかということで、2000年の IT バブルの時には、えー、っと1年間250取引日ぐらがありますから、2000年の、えー、っと3月何日がピークですから、そこからですね、えー、っと1年かかってもまだ2割。 今日しか下げてなかった。結果的にはこれ49%下げるんですよね。時間かけて下げ,下げます。2007年はですね、えー、と金融危機ですけども、2007年の秋からですね、200人2008年ぐらいまでかな、かかって、じりじり下げました。で、これ2002年に王族を打った時は、これ、この,この高値から、えー、2001年か、これ125日ですから、2000年の暮れか2001年ぐらいから始まって2002年、2001年からか、始まって125日かけて、 まだ2009割下がったとということです2年は金融危機ですけれども、これもですね先ほど見ていただいた2008年の秋ぐらいからかな、で急落するわけですよね、3月まで、でこれで2割下がったと、今回はですね1月3日が高値でした、そこからですね、えー、と月曜日 21.、21.8%下落ですけれども、ここまでに3ヶ月、4ヶ月ぐらいかかってるわけですよね。というようなことです。 SP500 が20%下落の弱気相場するには、入りするには平均し,して、まあ、半年ほどかかってるということですよね。で、これも,これもどうかなと思って、これがどうかなと思ったのは、1962年以降で、えっと、ブルーが駅周り、つまり分母にリ。 利益を一株利益を置いて分子に株価を置くと。で、この廃色はですね、10年債の利回り、廃と当利回り、今、あの株価が下がりましたんで、2%ぐらいになってんじゃないですかね、この,あの青です。でで、えー、通常はですねえー、っとこの 配当利回りの方が高かった。1950何年まではですね、えー、エクイティはリ,リスクがある分だけ、えー、そのリターンがあの、利回りがあっていいだろうという、なんか、そういう考え方だったんですけど、現代金融理論ではですね、ファイナンス理論ではですね、いや、そうじゃない、成長性を評価するんだということでですね、あの利回りよりもですね、 債券よりも利回りが低い状態がずっと続いてたんですよね。それがですね、この9年ごろはです、ね、このエネルギー株が他の株が下がったのと、エネルギー株が上がったということで、配当利回りが上がりまして、一時的に4%ぐらい上がってになって、一時、えー、あの10年債の利回りと逆転しています。でこれは2020年の夏ですが これはです、ねえー、っとこのやっぱりここではですね、配当利回りの方が高かった、だから株式は魅力があると思ってたらそうはならないのが株式投資なんですよね。で、えー、っと今はですね、えー、っとこの10年債の利回りも上がったし、えー、それから配当利回りも上がっているのは株価が下がってるからですね。 とということですで、他にもですねハイテク一般消費財不動産の各セクターでは、構成銘柄のうち9割以上が過去1年の高値から2割以上下落している、つまり、えーまあ、ハイテク、えー、一般消費財、まああの、アマゾンだとかあのテスラですね、それから不動産、こういうところのセクターを買うと、買ってると、過去1年の高値からは2割以上、まあ、ほとんどの人が、ね、SP500 に負けた銘柄を持ってるという、そういうような意味合いです。 ということで、SP500、えー、に負けないような銘柄を持つには、ですね、まあ、あの公益、それから一般消費生活必需品と、それから資本材、まあ、資本材でも7割がですね2割以上下がってますから、まあ、ほとんどエネルギーを除けば、ですね逃げ場エネルギー、公益、えー、生活必需品をの除けば、ですね今回は個別銘柄買って、えー、2割以下の、ね、値下がりに収まっている人は、まあ、多くないところはほとんどいないということですね。 まあこういう感じで,です、ね、あの自,分をき自分を慰めるというのが、まあ、長期投資の一つの,あの,、まあ、あのトランキュライザー精神安定剤の一つかなと思っております。でこれが、えー、っと過去5日間、1ヶ月間、年初来、1年間、セクター別では、えー、エネルギーだけですね、エネルギーも少し下がりましたですね。はい でこれが、えー、っと今週のスケジュールで、オラクルは時間、時間、試験後に出ましたんで、今日のマーケットに反映されたということです。で、えー、っとソフトウェアのオラクルは10.4%上昇、クラウド製品への需要にも支援され、市販決算好調でしたということで,、はい、で、これがフェデックスですけども、フェデックスはもう5年前と株価は一緒なんですよね、ということです。であの 箱田さんと私は収録しまして、まあ、これ見ていただきたい、これ、ダウなんですけどね、ここほら、ナスダック、ここ、ストーンとこう、来てるじゃないですか、まあ、あの潮目はですね、幅が分からないんですけども、こうやってこの潮目をあのプレミアム会員になっておきますと、ここに暗雲があるあ、落とし穴があるっていうのは事前になんとなく分かりますんで、まあ、あの精神安定剤、それから投資戦略を組む上でで、すね、本当に有益だと思いますよ。 あのだから下がらんかった上がらんかったっていうのはねあのないんですよね幅まで濱田さんもおっしゃってますけどもそこに本が引くのは分かるけども、えー、なんか株価がどう反応するかっていうのはまた別の問題でとだったらお前何を売ってるんだいというあのあのそういう方もおられるんですけどそういう方はもう買わなくていいですね。 あのやっぱりこういうものを持っていくと、持っておくと、すごくやっぱ精神的に楽、だってここにあ,んまくあるって、なんかこう落とし穴があるっていうのは、事前に、まあ、ある程度の確率で分かるわけですから、これはやっぱり大事なんじゃないですか、でここは先ほど私、あ,のあれ、えっと、今晩の FOMC 以降、落ち着くって言ったのはね。 15日以降はです、ね、やっぱり少し潮が、まあ、上がっていくんですよね。まあ、そういう意味であの期待できるかなと。ただ、それも長くは、それから多くは期待できないというのがまた潮目から物語る。それからファンダメを見て、まあ、自分で判断することになろうかと思います。ほら、ここで15日に潮目、大底潮目、潮目を損ねるじゃないですか。ここですっとね、あの今晩以降はですね少しプラスに反応しやすい時間帯になるんですよね。はいということで、えー、ダウがこれだけで。 ナスダックがこれで、ポートフォリオ、私のジブラが上がりましたけども、他が下がってて、平均すると26ベーシスですから、999とほぼ一緒ということになっております。で、こんな感じかな。で、このクレーンシアーズ、排出権取引のやつだけは、これはうんともあの下がらんですよね。はい。はい、こんな感じです。はい、以上です。で、私は今から、あの、 ストックボス東京証券取引所に行ってまいります。11時でございます。それから PTX で、えーえー、と日経新聞の読み合わせの,の PTX でお申し込みいただくと、あ無料で、ズームでご参加いただけます。ありがとうございました。失礼します。